皆さんこんばんは、今回はコントラストというゲームをやってみたいと思います。どういうゲームか全然分かっていない全くの初見プレイとなっております。それでは新しくゲームを始める、スタート。お、動かせる動かせる、何の説明もなしに。あ、めっちゃ滑らかですね。これが主人公ですか。インタラクト、これはなんだ。寝る時間よディティ、ベッドに入りなさい。確かめに行くわよ。何を確かめに行くんでしょうか。おやすみパパ。どうしてここに。ママが来るわ、隠れて、捕まっちゃう。Okay, sweetie. Night, night. さあ、ディディ、おやすみよ。What are you looking at? 何を見てるの？ ママには見えないの？ Now, promise me you'll be a good girl. 約束よ。歌の仕事が終わるまでいい子にしてるの。No sneaking out this time. もう抜け出しちゃダメ。I'll get in trouble. I promise. 困らせないで、約束するって。That's my good girl. いい子ね。Mommy. ママ。Is Daddy ever coming back? パパ帰ってくる？ I don't know, honey.わからないわ。Maybe someday when he's ready. そのうちいつかは。Don't you worry. Mommy. でも大丈夫。ママはずっと一緒よ。I'll be home before you even wake up. 朝には必ず帰ってくる。Get some nice sleep. だからゆっくりお休み。よし、出かけたわ。She's gonna sing at the ghost note tonight. ママは今夜ゴースト。何？町一番のキャバレーよ。ちょっと急いでショーが始まっちゃう。屋上でディディと。ディディじゃない、ディディか、ディディと合流する。このどうやら主人公はあのディディちゃん、ディディちゃん言いづらい、ディディちゃんしか見えないみたいです。これはなんだ。 R でコレクタブルを見る。ママ、私、パパ、ドーンドーンってなんだろうな。よし、行きますか。わわ、怖い。これ飛んでいいのかな。あ、めちゃめちゃ映像綺麗。嘘、台車がどかされてる。見て。わかった。下に降りて台車を動かして。そしたら飛び降りるから。ここに光を当てて。あなたがあそこに上がって。それで、影人間になるの。新しい能力。光に照らされた壁のそばで。マウスの左をクリックすると影にシフト。光に照らされた壁のそば、あそこに上がって影の魔法、これでシフト。おお、路地まで降りる。おお、影になりました。そういうことね。コントラストっていうのはそういうことだったんですね。で、影からシフトアウト。すごいいいな。今度教えてくれる？ほう、なるほど。台車を元の位置へ戻す。台車、あった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 。これでいいのかな？物を掴んで動かす。抜け出した。誰が動かしたのかしら？ママかな？前に抜け出した時はカンカンだったし。どこにいたの？3週間ぶりじゃない。誕生会にも来てほしかったわ。パパも来なくて。さあ、こっちよ。ついてきて。なんかすごい一人でダーって喋って、ダーって言って、ダーって、なんだあの子あの子なんだ。なんか壁にシフトしましたが、する必要がなかったのかな。Oh, I think you're too big. あ、あなたは通れないかも。I think that goes all the way through to the これって向こうの通りまで続いてるみたい。 If I move this car, この台車を動かせばあなたは影の上を渡っていけるでしょ。おお、なるほどね。なんでこの人
あれなの、通れないんだろう。単純に狭いから、狭いから通れないとかそういうことですかね。さあ影になりました。スペースを押し、クリックでジャンプ中に影。せかさないで。わ、難しい。影でジャンプしながら、ジャンプしながら、おお、なるほどね。わ、難しい。See you at the ghost note。ゴーストノートで待っているね。ゴーストノートって、まあ、そういう場所があるんでしょうか。お母さんのところに行こうとしてるのかな。10分の1個のルミナリーを入手した。ルミナリー、へー、でも結構あの綺麗ですよね、グラフィックが。お、見えない友達、なんか水たまりがありますよ。すごい水たまりの描写もなかなか。ゴーストノートでリディに会う。光に照らされた壁のそばで、オッケー。お、カットナイト。これはディディちゃんのお母さんなんでしょうか。なんかあれかな、実績解除的な、なんか集めるやつ後で見れるやつかな。へー、おしゃれの街並みです。これ行けないところと行けるところの差は何なんでしょうね。おー、すごい、超綺麗。一応なんかコレクション的なものも集めていこうかな。おー、おしゃれですな。きっと前日に雨が降ったんでしょうね。まだ始まってないわ。ダンスは終わっちゃったけど、綺麗だったな。将来はダンサーがいいな。それかあなたみたいな曲芸師。昔から曲芸師を目指してたの？すごいんだから。サーカスに入るべきよ。みんなに見えないのが残念。さあ入りましょう。みんなに見えないっていうのが気になりますよね。この人は亡くなっているのか、そういうことなのかな。しかしなんか派手なタイツを履いてますよね。確かにサーカスっぽい。あ、こういうなんか犬の置物結構いろんな家にありませんか犬のね、ガラスの置物を置いてる人多いですよね。明かりをつけて、きっと気に入るわ。スポットライトをつける。わあ、ピアノがある。スポットライトはどこにあるんだ。なんか人も誰もいないし、貸し切り状態ですよね。さてスポットライトを探しましょう。あ、これだ。何が始まるんだろう、ちょっと楽しみ。Come on, sugar. こっちを手伝って。Help a girl out here. We can't play in the dark. 暗闇じゃ演じれないわ。スポットライトはバンドに向ける。え、わ、楽しい。何このゲーム、楽しい。どこ？バンドってどこ？ちょっと待ってね。バンドを探します。バンドがいない。バンドバンドなんていた？いたっけ？Come on, sugar. こっちを手伝って。あ、これピアノ？ We can't play in the dark. ピアノじゃない。あ、ここでいいんだ。おお、影が演じておりますよ。多分他のスポットライトも当てるんだ、バンドに向ける。すごいおしゃれすごいおしゃれだよ。あ、なんか割れた音がした。あら、一つ壊れてる。スパーキー、あれもなんとかしてくれない？リズムが狂っちゃうの。スポットライトを修理する。この人スパーキーっていうの？
あ、上だね。上になんかチカチカしたスポットライトがあるので、あれを修理すればいいんじゃないでしょうか。どうやって行くのかな。こっちから行ける？影になって行けるとかそういうこと？お、影になりました。これ、嘘、人の上を登るの？びっくりなんだけど。おー、ドラムが置いてありますよ。素敵なところだね。スポットライトをバンドに、はい、ここですかね。あららら、セクシーなんちゅうセクシーな。ピアノ弾いてる人は男性ですね、きっと。あらららら、ら、あ、服着てますね。びっくりした。なんちゅうセクシーな人なんでしょうね。体の形おかしいよ。このバンドの人たち何なんだろう。なんで影なんだろう。セクシー。もう大人の色気しかないですよね。チャーリー伴奏を。おお、ちゃんと幕の中に帰っていった。カットの話を盗み聞きする。盗み聞きしていいの？パパだわ。なぜここに？今夜は一段とおだててもダメ。ジョニー、話し合ったでしょ。あれが話し合い？無理やり追い出しただけだろ。お金をせびりに来たの。家賃で宿泊する金ならある。このスーツを見ろ。またお得意の儲け話。今度のはでかいんだ。あら、いつもじゃない。前回もその前も失敗するまではね。今回は違う、巻き返せるんだ。そろそろステージ後で来てくれ。エクシーエクアオ。そうやって甘い言葉並べれば元に戻れるとでも。なんだ、きっと今驚くほど幸せになれる。529号室だぞ。なんか今の聞いていいのかな。聞いてよかったのかな。パパはどこへ。パパと話したい。星の数ほどのサッカーバーの中からジョニーについていく。あれね、あの女の子のお父さんとお母さんだったんだ今の。なぜ影だったのかわからないけど。お、なんだこれ。 OK、 とりあえずこっちかな。なんだっけ、盗み聞きしたんですよ。盗み聞きしたので、あの女の子がパパに会いたいって言ってたので、パパのところに行くんでしょうね。ゲートを抜けてったわ。バーに向かったのね。パパが出てったっていうのはママの嘘よね。ママが追い出したんだわ。開かないの。でもあなたなら強いんだから。強いの？脆い壁なの破壊できる。ウォー。早くこっちよ。すごいね。おお、こうやって破壊もできるんだ。
脅威の瓶、あ、世界的な奇術師なの。パパと何を。皆様、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ、携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。